それでは定刻となりましたので、ただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は知事から報告事項はございませんので、早速ですが幹事社からの質問をお願いします。幹事社の荒津圭です。2点お伺いします。栗林公園の鯉ヘルペスウイルス病の確認についてです。先週18日に香川県を代表する観光地の一つである栗林公園で鯉ヘルペスウイルス病が確認されました。今後の鯉の処理時期及びまん延防止策について知事の所見を伺います。2点目が災害時における SNS の活用についてです。防災科学技術研究所などは今月 AI を活用した災害時の SNS 情報分析のための訓練ガイドラインを発表しました。災害時に情報収集手段として SNS 情報を活用することで応急対応が効率的に遂行できるとされているが、香川県では災害時の情報収集に SNS を活用する予定はあるでしょうか、ありますでしょうか。また、防災訓練に SNS の情報分析のための訓練を取り入れる予定はありますでしょうか。以上2点です。はい、最初に、栗林公園での鯉ヘルペスウイルス病の確認についてであります。今後の鯉の処理時期につきましては、現在栗林公園の特性、池全体で35,000平米と広いことなどの特性から、関係者また業者の方などと捕獲について調整をしておりまして、本格的な捕獲作業につきましては、観光客の皆様への影響、また作業従事者の準備期間等を考慮して、ゴールデンウィーク明けから、南湖の方から順次、水位を下げると鯉の捕獲を進めていきたいと考えております。最終的な終了時期につきましては天候にもよりますし、これからの具体的な作業の手法にもよりますので、現段階ではまだ明確な時期を申し上げるには至っておりません。まん延防止策ということにつきましては、まず栗林公園の池から周辺水系への排水は行わない、生きている鯉につきましては栗林公園外への移動を行わない、また栗林公園の池のすべての鯉を回収し焼却または埋却する、鯉ヘルペスウイルス病の病原体が付着する、またはその恐れのある器具は消毒する、以上のような対策を講ずることとしています。鯉の捕獲のために池の水を排出して水位を下げる必要も出てまいるかと思いますが、栗林公園からの排水は通常の排出量であればすべて高松市下水道に流入しており、公共用水面周辺水系には流出しませんので、公園からの排水を通常通り下水道へ排出したいと考えております。今後鯉ヘルペスウイルスが周辺環境に広がらないよう注意を払いながら作業に取り組んでいきたいと考えております。2番目の SNS の災害時における SNS の活用につきましては、多くの自治体が主に情報を発信手段として活用していますとか、一部自治体においては災害時の情報収集手段としても活用している例があると聞いています。例えば大分県では九州北部豪雨等の災害対応時にSNS 情報の検索ツールを活用した情報収集を取り入れており、情報担当者を1名から2名配置して、テレビなどの情報と同様に活用しているとのことであります。香川県におきましては、SNS を活用した情報発信については、平成26年度から防災情報システムと自動連携させ、県の公式ツイッターで気象情報、土砂災害警報情報、避難勧告等の防災情報を配信するなど、SNS を災害時の情報発信に活用しています。
また SNS を活用した情報収集につきましては本件ではまだ取り入れてはおりませんけれども、この SNS 情報は災害対応につなげるためのいわば即効性のある貴重な情報源であるとも認識しています。一方で SNS 情報はデマ、流言、誤報なども含まれることもあり、膨大な SNS 情報の中から有用と思われる情報をいかに的確かつ効率的に抽出するかといった課題も指摘されています。このため今後時々刻々と変わっていく災害対応の現場において効果的な災害対応に SNS 情報をいかに活用できるかについて検討するため、ご指摘の訓練ガイドラインあるいは他県の活用事例もよく見まして、今後の防災訓練における訓練内容や取り組みを含めて十分に研究してまいりたいと考えております。私からは以上です。すいません、この2件とは別件になるんですが、追加でもう1件お伺いします。先週金曜日にですね、手島処分地でまた、金属片が見つかりました。ですがその、16日に見つかったものと含めまだ保管場所が見つからないため掘り出せない状況となっています。住民からはもう今後も出ることを想定した上でマニュアルを作ってはどうかという声も出ています。まあさらにあと、まあ、オデとはまた別に金属片ということで処理等はどういうふうになっていくか、知事の所感と、今後県の対応を聞かせください。マニュアルというのは私は聞いておりませんけど、きちんと手順は定めて事前にいろいろご説明もしてフォローアップ委員会等でもご説明しているそういう手順に沿ってやっていると理解しています。今後もちろん私どもとしては出ないことを願っておりますけれども、絶対に出ないとは限らないと、そのためにもですねスピードアップする必要があると考えております。現時点で置き場が満杯になっている状況であることは事実ですけれども、そういう事情だけではなくてですね、梅雨、もともと梅雨が来る前にと言ってたわけですけれども、現在まで、3分の1はこの一応検査が終わったわけであります。その中で、厳密に言えば3地点、追加の廃棄物等が出てきたわけでありますけれども、作業日ベースでは8日そのうち3回ということになっておりますけれども、このあとできる限りですね、まずは筋彫りの方を急いでいって全容をぜひ早く把握したいというふうに考えております。また処分方法等についてもですね、今現在関係者と詰めをしておりますけれども、そういったものをでき次第スペースも出てくると思いますので、いずれにせよ安全安心ということが重要でありますので、それらも踏まえてしかしスピード感を持ってですね取り組んでいきたいと思っております。幹事社からは以上です。それでは関連その他のご質問がありましたらお願いします。瀬戸内海放送の宮川です。よろしくお願いします。少し前の話になるんですけども、3月20日 の、 個人、河川砂防課の個人情報が記載された資料の紛失にかかる報道内容訂正についてに関連で、知事は3月26日の会見の時に、懲戒処分にあたる非行為ではないとおっしゃいました。ただ香川県には県の個人情報保護条例があって第9条に適正管理というものがあります。これには違反しないんでしょうか。すいません、9条の条文そのものが今手元にありませんので、にわかに即答しかねますけれども、そういった点は今回の事案についてのですね、最終的に、私からの強制措置も行ったわけですけれども、そういったものも含めて、法令違反等も含めての判断であったと考えています。
今あるんですけど、読み上げたらお答えいただけるものなんですかね、個人情報保護条例の9条。実施期間はその個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲で、保有個人情報を正確かつ最新な状態に保つよう努めるとともに、安全確保の措置を講じなければならないという条文があるんですが、これには違反しないんでしょうか。違反した場合、違反の程度ということもあろうかと思いますけれども、もちろん今回この個人情報についての取り扱いは適正なものではなかったと思ってますけれども、それに対してどのような処分、強制措置、注意等を行っていくのかは、その事案に沿ってですね、国の指針、あるいは我々自身が持っている、今回の場合はそれには基本的には直接当たらないと思いますけれども、そうした基準に沿って、今回、先ほど申し上げたように、最終的には私も強制処分を、失礼、強制措置を講じたところです。ではそれは違反ではないというお考えでしょうか。それは違反なんだけれども悪質性がないというどちらでしょうか。もう一度よく検討してからお答えしたいと思います。関連で今懲戒処分の基準で国の、人事院の指針を多分ベースにされていると思うんですけれども、標準例として虚偽報告は減給または戒告というのがあって、非行の隠蔽黙認は、停職または減給というのがあります。しかし今回そこまで至っておりません。これには当たらないんでしょうか。そういう処分に当たるものとは思っていません。それはどういった点ででしょうか。個人情報を持ち出したことも事実ですし、それについてですね、説明が不適切で不十分であったという点も事実でありますけれども、それに該当するものとしてのまあいろいろな被害の程度、あるいはそうしたことについての何て言うんでしょうか、問題の処理、その後の処理、実害がどれだけ出ているかとか、そういったものを当然考慮していく必要が、総合的な考慮ということになるかと思います。総合的な考慮という意味でいうと、土曜日の公務でないところで個人のお宅で、しかも酒がある場所、酒が用意されている場所で、まずそもそも協議をして、そしてそこでお酒を飲んで紛失したというのは、まあ、悪質のようにも感じるんですが、知事の所見はいかがでしょうか。その時に繰り返しご説明したと思いますけれども、その場でお酒を飲んだのではなくて、まずその報告、その書類を持って行ってですね、そこで説明をして、その後が懇親会になったということで、あると理解しております。お酒を飲んだ後にその書類を紛失したという点はあまり問題視されてないんでしょうか。いや、そういった点も注意が必要であったと思っています。で、知事、3月26日の会見で、県民の信頼が著しく失われるような事実を隠すといった虚偽の報告があった場合、懲戒処分の対象だとおっしゃりました。今回は、個人の資質というところもさることながら、副課長と課長による、ある意味組織的な隠蔽というふうにも捉えられるんですけれども、これは県民の信頼を本当に著しく失ってないんでしょうか。組織的な隠蔽とは思っていません。それはどういった理由ででしょうか。もうこれは何遍もご説明した通りであります。副課長が課長と課長補佐をかばって、課長もこの会見で虚偽の報告を我々にしたと、これは組織的ではないんですか。そういったことではなかったと思って判断しております。ありがとうございます。他にございませんでしょうか。読売新聞の岡田です。よろしくお願いします。公衆ヘルペスに関する質問です。感染経路は不明となっていますが、経路を限定するような調査等できないものなんでしょうか。またクラウドファンディングでの放流との関連について、現段階の認識をお聞かせください。
何の認識ですか、ファンディングについて。ついて の、まあ、あの感染との因果関係。ごめんなさい、後者の意味がよくわからないんですが、クラウドファンディングしたことがこの感染を呼んだんではないかということでしょうか。 その可能性はないんでしょうか。ごめんなさい、ちょっとその後者の疑問はちょっと理解できないんですけれども、クラウドファンディングであっても我々が直接購入する場合であってもルートなりそういう購入の仕方は同じだと思いますけど、最初の質問は何だったんでしょうか。感染経路は不明とされていますけども、まあ、その調査等できないもんなんでしょうか。なかなか難しいんではないかと聞いております。もともと最初にこの、まあ、クラウドファンディングの分で、入れたときに調査はしておりますけれども、まあ、私もそこまで承知してなかったんですが、この後遺ヘルペスの検査というのはですね、検査をすることによってその検体自身がですね、死んでしまうというそういう検査なんだそうです。したがって、まあ、抽出にならざるを得ない面はあると。最初の時点でですね、全部調べろということになると全部死んでしまう。したがって逆に言えば、今回少しでも生かしていくことはできないのかと。検査をして OK ならそれを処分する必要はないんじゃないかというお声をよく聞きますけれども、検査をしてしまえば生きていけないというそういうことのようであります。いずれにせよファンディングクラウドファンディングでご報酬いただいた皆様には大変、申し訳なく、なんとかですね、やはりこの立林公園の声をもう一度安全な形で蘇らせていきたいと思っています。内科医放送の引田といいます。コイヘルペスウイルスについてお尋ねしたいんですが、知事先ほどの発言の中で、観光客への影響ということを話されましたが、私も何回か取材したことあるんですけど、餌やりであるとかね、コイとの触れ合いを楽しみにしている観光客も結構おられるもんですから、ゴールデンウィーク明けにから、水位を下げてということですけど、そういう殺処分すべてをすることによって、どのような観光客への影響が出るか、例えば減少であるとか、そういう知事が今、どのようなことを思っておられるのかが1点とですね、あと収容時点時期はまだ未定だと言われてましたけれども、先ほどやはりその立林公園に鯉がいないという非常に異常事態になるわけですから、そこから例えば再放流であったりとか、他の手段あるか分かりませんけれども、立林公園に再び来ようという、こういうふうにしたいなという見通しとか今終わりでしたら教えてください。まず作業自体はですね、どこまで大掛かりなものになるか、これは至急検討を急いでおりますけれども、その要する時間、もちろん経費も含めてですね、検討を急いでおりますけれども、その中でやはりご指摘のように観光客の皆様にご迷惑をかけないように、そういった観光への支障を最小限度のものにしていかなければならないと思っております。水位を下げていく過程でですね、いわゆる和船の運航もですね、一定時期停止せざるを得ないと思われますけれども、そういった点についての十分な周知ご理解をいただかなければいけないとも思っております。処分方法自体いろんな方法があるようですけれども、環境の問題等にも配慮しなければいけないと思ってますし、なおかつ、本来であればやはりですね、新しい鯉を来園される皆さんに楽しんでいただきたい、それはできるだけ早くとも思っておりますけれども、スピードアップということとですね、安全安心にまた確実にですね、この処理をしていくということと、両方を両立すること
とは、なかなか難しい面もあるかなと、ちょっといろんな話を聞いてて思ったところです。すみません、先ほどの協議会見の処分でごめんなさい、先ほど伺ったことをすれば回答されてなかったので、もう改めて聞きますが、県民の信頼を本当に著しく失ってないかどうか、知事の所見、改めてお願いします。それは県民の皆様のご判断だと思います。私としては、県職員としてですね、業務には熱心に取り組んでいると。当然ながらそういう執務態度等でですね、他その問題はそもそもあるとかそういうことではありませんし、我々としてこの今おっしゃるようなですね、指針も含めて総合的に判断して、その際に指針にあるようなですね、信頼、信用失墜だということに、具体的、その事案そのものがですね、該当するものではないということで、強制措置もですね、これは公務員の世界では非常に重いものであります。実際にはそういったことが、いわば当然でありますけど、それによって、いわゆる評定勤務成績というものは当然その期についてはですね、変わってくるわけでありまして、これ以上個別の人のことの話になりますから申し上げませんけれども、 そんなに簡単な話ではありません。そこはご理解いただきたいと思います。他にございますでしょうか。山陽新聞の臼木です。よろしくお願いします。全国知事会の新体制につきましてお尋ねをしたいと思います。先週埼玉県の上田知事さんが全国知事会の会長に就任されまして、先週開かれました、全国知事会議でも、日本再生のモデルを地方から発信したいという趣旨の、意気込みを述べられたということです。現状としましては、地方にあっては、地方創生の動き、国の看板施策ですけれども、十分にその効果が及んでいるとは言い難い現状もありますが、そこでお尋ねしたいのは、埼玉県の上田知事さん、新会長ということですが、新会長に対する、期待とが1点と、もう一つは、知事会の、国への発信力あるいは存在感を、どう高めていくのか、香川県知事として、どのようにコミットしていきたいのか、この2点をお尋ねできればと思います。はい、まずは私も出席しておりましたけれども、全国知事会の新しい会長に上田埼玉県知事が、無投票で、選ばれました。改めて、その会長就任をお喜びお祝い申し上げたいと思います。私も知事になってから何度かお話を直接聞いたり、あるいは、案件でですね、ご相談するような知事会地方共通の課題ということで、いろいろな議論なり相談もいたしましたけども、その間やはり非常に素晴らしい執権を持っていらっしゃる、また埼玉県で展開されているいろんな施策もですね、非常に参考になる、これは県ごとの事情により違う面もありますけれども、いろいろなユニークな施策にも取り込まれている、何よりも行動力もあると、国政での経験もおありになるということで、次期新知事会長としてふさわしい方であると思っております。知事会としての情報発信というものはですね、これは今地方としての共通の問題、人口減少、地域活力の低下と
ということについて、国がある意味ではその司法創設という点については国主導で旗を振ってきたところもあるわけですけれども、やはり地方のそれぞれの問題はですね、地方自らで解決していかなければいけないと思います。しかしその際やはりやっぱ横串になるようなですね、バラバラに進めていったのでは効果も出ませんし、やはり国に対して共通の、いわば制度あるいは財源、そうしたものをどうしても日本全体を考えれば必要ではないかといったことを申し上げていく、それらについて、山田前会長の時もですね、相当いろいろな、そういう地方創生以外のですね、地方税財源の問題を含めて、物申してきたと思いますが、これからさらにですね、問題自身はやはりいろんな問題が今好転しつつあるかというと、非常に胸突き八丁のようなところに全体としてはあるという気もいたしますので、やはり知事会のというか全国の知事が足並みを揃えてですね、いろいろな発信をしていくことが重要ではないかというふうに思っております。ありがとうございます。ございませんでしょうか。それでは以上で定例会見を終わります。ありがとうございました。